電撃解雇で話題の水原一平は6歳まで北海道で過ごし、父がアメリカで板前を始めることをきっかけにアメリカへ移住した。学生時代はサッカーをし、大学を卒業すると2012年に岡島の専属通訳としてヤンキースに採用された。しかし岡島がシーズン前に怪我で契約を解除されると、自身の契約も解除された。その年に日本に帰国し、栗山監督が就任した日本ハムに球団の通訳として雇用された。2017年に日本ハムに在籍していた大谷のエンゼルスの移籍とともに、大谷の専属の通訳としてエンゼルスに所属した。2018年に結婚した際には大谷からハネムーンの全額負担をプレゼントされた。2024年に最低6億9000万円の賭博疑惑で球団から解雇された。